はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回は今熱い自チームについて解説していきたいと思います。はい、というわけでございまして、この撮影をしているのが10月31日の夕方頃なんですけれども、明日の11月1日の15時にですね、2種類のガチャが登場することがすでに発表になっております。まず一つがこちらでございまして、10連プレゼントスカウトおかわりですね。はい、こちらの開催が発表になっております。でこれがですね、リツイートキャンペーン、ツイッタートレンドしたリツイートキャンペーンが行われておりまして、まあ、こちらが条件を達成いたしましたので、S ランク10チーム選手1人確定にね、グレードアップいたしましたよと。そしてさらにですね、4周年のお知らせの中に来ているんですが、はい、こちら4周年大感謝福袋ですね。まあ、こちら当然ね、無料ではなくてエナジーがかかってしまうガチャにはなるんですけれども、まあ、明日合わせてくるこちらのガチャもね、引くよという方はたくさんいるんじゃないでしょうか。というところもありまして、今熱い10チームどこですかという質問をね、本当にここ最近たくさんいただいていたので、まあ、今回はそんな方に向けて、動画を撮っていきたいなと思います。まあ、無料ガチャに関してはね、絶対全員引くところに、なると思いますので、まあ、純正ユーザーの方にとってはね、あんまり参考にならない話かなと思うんですけれども、まあ、特に12球団オーダーの方とか最近始めたばっかの方に関しては、ぜひですねこの動画しっかり見ていただけると嬉しいなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、早速ね選手名鑑の方で見ていきたいと思うんですけれども、今回ですね現段階での各球団のおすすめ度をですね3段階で評価していきます。 A、B、C の3段階ですね。で今回あくまでシリーズ1の選手は考えず、シリーズ2の排出状況の中で、評価をしていきたいと思います。まあ、正直ねこのおすすめ度っていうところに関しても、まあ、人それぞれですね所持選手の状況だったりオーダーの状況だったりでね大きく変わってくるところにはなるので、まあ、一概にね言えない部分もたくさんあるんですけれども、まあ、僕自身がねフラットな目線で見て、どう考えているかっていうところをねお話ししていきたいと思います。はい、というわけでございまして、まずは西武からいきましょう。西武はこちらでございます。はい、今回のおすすめ度は B とさせていただきます。まあ野手に関してはね、西武は最強クラスと言ってもいいと思います。山川選手、森選手、中山選手というね、まあ、非常に打ちやすい3選手がね、登場しているというところ、あとはベストナイン大東ホルダーでもね登場確定している源田選手、金子裕二選手あたりもですね登場すでにしているというところでは、野手陣はねかなりいいかなと思います。まあただ投手陣に関してはね、ちょっとトツがきついぞという選手とかが、結構いるのではないかなと思います。ただまあ野手がねどうしても欲しいぞという方に関しては、このセーブっていうのもね一つ狙いとして入れていただけるといいのかなというふうに思ってます。続きましてソフトバンクいきましょう。はい、ソフトバンクもおすすめ度今回 B とさせていただきました。というのもね、まあソフトバンクの目玉といえる柳田選手、千賀選手、まあもちろんアニバーサリーでも登場はしているので、ここで獲得したよっていう方もいるとは思うんですけれども、まあ通常の方ではねまだシリーズは未登場になっているというところ、あとは逆を返せば、まあそこでねアニバーサリーで柳田選手、千賀選手獲得していれば、まあ12球団のオーダーを考えた時にいろんな枠を考えた時には、まあ、ソフトバンクって今ここで優先度上げる必要ないんじゃないかなというふうに思います。ただとは言ってもね、今回シリーズ2で超強化されたグラシアル選手とか、もろもろね非常にいい選手たくさん、当然ソフトバンク日本一になってる球団なので出てますので、まあ、今回のおすすめ度は B という形にさせていただきました。続きまして日本ハムいきましょう。はい、日本ハムはここでのおすすめ度 A とさせていただきます。まあ、日本ハムはね個人的に今現段階での投打のバランス非常にいいなと感じてます。投手陣の中でもね上沢選手、宮西選手、金子選手、この3人が非常にいいなと思っていて、で野手に関しても中田選手と近藤選手、この2選手ですね、合計5選手に関しては覇王のトップクラスの方でもですね使ってる方を見るかなというふうには思います。ただこの日本ハムに関してはね、今後ワールドスターのね登場が間違いなくあります。なのでワールドスターのガチャをね引くという方に関しては、ダルビッシュ選手とか大谷選手とか、をね手に入れたいという方に関しては、まあ無理に日本ハムはここで行かなくてもいいのかなというふうには思ってます。続きましてオリックスでございます。はい、オリックスは今回おすすめ度 C とさせていただきました。はい、まあ、オリックスに関してはね、目玉の2人がもうすでにアニバーサリーで登場したというところ、山本選手、吉田正尚選手、この2選手を、まあ、もちろんアニバーサリーで取った方に関しては、やっぱり優先度下がっていくかなというふうには思うんですけれども、ただ逆に、どうしてもね、この2人、アニバーサリーで取れなかったよという方に関しては、まあまあ、もちろんね、オリックスで行っていただくっていうのも当然 OK かなというふうには思っていますが、ただまあ、全体的にラインナップをパッと見たときには、やっぱり限界突破が厳しいなっていう選手が、多いかなというふうには思います。移籍してきたばっかりのモヤ選手だったりとかっていうところも登場しているところなので、まあその辺とちょっとね天秤にかけていただいて考えていただけるといいのかなというふうには思います。続きましてロッテでございます。はい、ロッテはですね今回おすすめ度 B とさせていただきました。まあ、ロッテもですね覇王トップランカーの方々が使うような選手も多く輩出されてます。なんですけれども、まあここも正直ねちょっと限界突破厳しいなっていう選手とかも、何人かいるかなというふうには思うので、まあ所持選手次第かな。現状のロッテのシリーズ2を持っているか持っていないかとか、あとはシリーズ1も含めてロッテの選手をねどれぐらい持っているのかっていうところで結構変わってくるのかなというふうには思います。でパリーグ最後楽天でございます。楽天もですね今回おすすめ度 C とさせていただきました。まあ楽天に関してはね一番熱いところは通常の則本選手がねもう排出済みだというところかなと思うんですけれども、まあそこに関してもねアニバーサリーですでに登場しましたし、
し、あとは結構ね去就が微妙な選手もね何人かいるんですよね。島選手も対談のねニュース出ましたし、あとは三馬選手も FA というね、ニュース出てますので、まあそうなってくるとまあいろいろ難しいのかなというふうにも思ってます。ただまあここも本当に所持選手次第で、今現状出ている S ランクの選手の A ランク、かなり持っているよという状況であれば限界突破云々考えてもですね、いいのかなというふうには思います。で続きましてセリーグいきましょう。まずは広島でございます。はい、広島はですね今回おすすめ度 B とさせていただきました。まあ広島に関してもね、大瀬良選手、鈴木誠也選手っていうね投打の柱の2人がですねまだ未登場であると、シリーズは未敗出でありますので、まあそこまで優先度高くないかなというところです。ただまあここも所持選手次第ですね。ただどうしても広島の S ランクが欲しいという状況とかであれば全然行っていただいてもいいのかなというふうには思いますが、まあメヒア選手、床田選手、あと小園選手あたりは結構限界突破もきついぞという方多いんじゃないかなと思います。続きましてヤクルト行きましょう。はい、ヤクルトもですねおすすめ度今回 C とさせていただきました。というのもね、オリックスと同じくアニバーサリーで出てる2選手が今現状の目玉と言えるかなと思います。村上選手とバレンティン選手、この2選手がね、もうすでにアニバーサリーで登場しているところ通常も目玉という感じになっているので、まあもちろんですねこの2人がどうしてもアニバーサリーで取れなかったけどここで欲しいぞという方に関しては言っていただいてもいいのかなと思います。村上選手に関してはね実際通常の方が強い部分も実はありまして、広角がね、通常は持っていたりとかっていう部分もあるので、まあいろんな考え方あるのかなというふうには思うんですけれども、ただやっぱりヤクルトといえばね山田選手だったり青木選手だったり石山選手だったり小川選手だったりというところがまだシリーズ2未敗出だよというところで、まあ単純なオーダー強化を考えるとこのタイミングはそこまで優先の高くないかなというふうに思ってます。で続きまして巨人ですね。はい、巨人はもう文句なしおすすめ度 A とさせていただきます。はい、というのもね、先ほどまでの、ヤクルトオリックスあたりの話とは全く逆で、アニバーサリーとはね別の部分で全く別の、目玉選手が登場してます。山口選手と坂本選手、あと若本選手あたりかなというところが、まあ目玉になるのかなというふうには思うんですけれども、ちょっと懸念されるポイントとしてはマシソン選手とかビアネ選手あたりのねシュレッド問題かなと思うんですけれども、まあここもねシュレッドミキサーをかける前提とか、まあ、あとはマシソン選手に至ってはねやっぱりリアタイの部分とかね使う方たくさんいるので、まあ、そういったところで使うぞという方に関しては全然そこ気にならないと思うので、まあ、現状巨人はねかなりいいラインナップと言えるんじゃないかなと思います。昨日かな、このシリーズ2の坂本選手のね初使用動画なんかも出しましたけれども、非常に打ちやすいです。このシリーズからね弾道が高弾道からパーヒに変わりまして、広角打法も持ってというね、ところで非常に激アツな選手なので、ただまあ選択キャッチでね坂本選手取るぞという方もたくさんいると思うんですけど、まあそういった方もですねもちろん巨人で自チーム回して坂本選手が出たらラッキーぐらいで考えるのもいいのかなと思いますし、逆にですね、まあ、巨人坂本選手を絶対取るので巨人以外のチームにするっていうのもありなのかなというふうには思うので、まあその辺はね、自分のチーム次第で考えていただけるといいのかなと思います。続きまして DeNA ですね。はい、 DeNA は今回ここでのおすすめ度 B とさせていただきます。はい、まあ野手に関してはね DeNA もまあ西武に負けじとね非常にいいラインナップかなと思います。ただやっぱり気になるのは筒香選手のシュレッド問題かなと思います。とはいえですね、まずシュレッドに関してもこれも多分昨日か一昨日ぐらいにねシュレッド問題に関しての動画出してると思うんですけれども、まあ実際そこまで気にならない部分が多かったりもします。まあ、もちろん人によってはね使い方によってはいろいろ変わってくる部分もあるのかなと思うんですけれども、まあ現状ね通常の S ランクであればここが間違いなく獲得ラストチャンスになりそうなので、まあ、DeNA も悪くないかなと思ってます。であとはおそらく明日ねポジション追加あると思うんですよ。でポジションの追加がどこかって言われると個人的には抑えの予想をしているんですけれども、まあ、抑えが来た時にはね DeNA 山崎康明選手が登場するので、まあ、アニバーサリー山崎康明選手もねすでに登場しているんですけれども、そこで取れなかったという方にとってはですね、まあ、非常にバランスよくなるのかなというふうに思ってます。続きまして中日ですね。はい、中日は今回ここでのおすすめ度 A とさせていただきます。はい、中日もですねかなり投打のバランスいいなというふうに感じてます。まあ、復活したエース大野雄大選手も登場してますし、まあ、あとはねアニバーサリーでもすでに登場しているところでありますがビシエロ選手、あとは高橋周平選手なんかも登場しているという点ではですね非常にいいかなというふうに思ってます。ただまあここに関しても実際やっぱり所持選手次第かなというふうには思います。やっぱり大野選手とかに関してもなかなかもちろん能力が高いけれども限界突破きついぞという方もいるのかなというふうには思うので、まあ、自分の手持ち等々とねいろいろ考えていただけるといいのかなというふうに思います。ただ現状のバランス的には非常にいいかなと思ってます。で最後阪神でございます。はい、阪神はですねおすすめ度今回ここで B とさせていただきます。はい、まあ、阪神も全体のバランスは非常にいいと思います。投手も野手もいいラインナップ揃ってるなという感じであるんですけれども、まあ、やっぱり気になるのはメッセンジャー選手のシュレッド問題であったりとか、あとはジョンソン選手の去就問題かなっていうところでは、まあ、来シーズン
めて使える選手っていうのがどこまでいるのかなっていうのも気になるところであるかなと思います。あとアニバーサリーでね、西選手藤波選手あたり取りに行ったよっていう方も多いのかなというところで、まあ、ちょっとここでの獲得優先度は下げさせてもらいました。まあ、あと阪神はね OB とかも結構強い選手出るところであるので、まあ、もちろん OB 選手回せないよという方に関してはちょっとね辛いところになると思うんですけれども、通常よりも OB っていうところがね、まあ、今年は目玉になってくるんじゃないかなと個人的には予想してます。はい、というわけでございまして、以上ですね、駆け足でいろいろとお話をしてきたんですが、改めてまとめるとこんな感じでございます。はい、おすすめ度今現状高い A の評価になっているのが日本ハム、巨人、中日の3球団で、おすすめ度 B になっているのが西武、ソフトバンク、ロッテ、 DeNA、 広島、阪神で、最後おすすめ度 C がオリックス、楽天、ヤクルトというね、形でございました。まあこれあくまで僕自身の意見です。はい、まあ、僕の勝手な意見なので、まあ、どこまで参考になるかは分かりませんけれども、まあ正直ねこのタイミングの自チームの選択はなかなか難しい、悩むところだと思います。僕自身もね明日のガチャどうしようか、メイン無課金ともに引くんですけれども、まあ悩んでいるところであるので、まあ、ぜひね少しでも悩んでいる方の参考になれば幸いでございます。はい、というわけでございまして、今回は明日登場になる2つのガチャに向けて今熱い自チームについてのねお話をさせていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。まあぜひね明日来る無料ガチャ、あとは4周年福袋で自チームどこで引くかとか、あとは選択役所誰取るか等々のね、まあ、コメントをですねぜひコメント欄にて書いていていただけると嬉しいなと思います。ということでこの動画良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローよろしくお願いいたします。今日もねすでにもう1本、アニバーサリーの最終回ということで100連ガチャの動画、出しておりますので、ぜひね、まあ、まだね見てない方はぜひこの後見ていただけたら嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。